お元気ですか、ボクシミです。今回はメモリーザオブザ近鉄バファローズの開封動画でございます。こちらはワンボックス、カッコミニボックス2個入りカード6枚入りとなっております。こちらは直筆サインカード期待ができます。それでは早速ね、開封していきたいと思います。はい、こちらのね、2パックになりました。では早速ね、開けていきたいと思います。まずはですね、こっちの方をね、開けていきたいと思います。まずはね、いきたいと思います。まずはですね、これは藤井明人捕手でございます。で、次はですね、伊勢高雄内野手でございます。で、1枚ね、直筆サインカードなんですけどね、これはね、後に取っておきます。で、続きますね、このもう一つの方ね、開けていきたいと思います。一つはですね、こちら、水口英二内野手でございます。で、もう一つはですね、土井正浩外野手でございます。で、お待たせしました、直筆サインカードでございます。一つはですね、こちらでございます。佐々木恭介選手の直筆サインカードでございます。で、もう一つのね、佐々木恭介選手の直筆サインカードでございます。かつてね、確か女子プロ野球の時のね、どこのチームかはね、忘れたんですけどね、なんか監督の経験があったみたいですけどね。で、もう一枚はですね、赤堀、元幸投手ですかね、直筆サインカードでございます。この炎に燃えてるところがね、またいいんじゃないかなってね、思います。はい、こちらのね、直筆サインカード、2枚、出ました。で、本当はね、プロ野球チップスで、2024年度版の開封動画ね、第1弾の方ね、この5回目の方やっていこうと思ったんですが、あのエラーカードが出ていこうなのかがよく分かってませんが、売り切れてます。またね、再開の時にまたやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。